どうも、本能の小物釣り師です。今シーズンの夏は、仕事が終わってから夕方ヘラブナ釣りなんかをしてたりとかしたんですが、だんだん日が短くなってきて、ちょっと暗くなってきて辛いかなと思っているところです。ただし釣りはやりたいものはやりたいので、なんとか半夜釣りぐらいで、ヘラブナを狙えないかなと、思っているところです。以前来た時よりも草が増えています。これで夜に仕掛けに引っかからないかどうかちょっと心配ではあります。釣り方ですが、仕掛けに関しては竿が発尺、針5号、餌が団子の底釣り夏と冬の混合で、一般的なヘラブナの底釣りのものです。違いは浮きにあります。今取り出したこの浮きですが、電気ヘラ浮きという浮きで、Amazon から買いました。中国製で、中国から船便で運ばれてくるのか納品まで1ヶ月ぐらいかかります。値段は数百円です。こんな風に浮きのボディが2つに分かれるようになっていて、そこにあの電気浮きの電池を入れると、この電池は日本製です。これを電池を入れて、スイッチを、この電池入れただけでスイッチ入りますね。スイッチを入れると、浮きのトップが、光るという仕組みになっております。今確かめてますが、なんか光らないですね。家で確かめてきたんで、光るはずなんですが、ちょっと分かりづらいですが、あのトップの方が、光ってるのが分かるかなと思います。この浮きを使って、夜になってもこの浮きの動きで当たりが見えると、そういう釣りをやっていきたいなと思ってるとこです。こうやってボディをしっかり締めて防水をして、これで釣りをやっていけたらと思います。さてどうなるでしょうか。では第1投始めです。というわけで、もうやめて帰ろうかっていう感じではあるんですが、トップがない状態で、この元の青い光を頼りに釣りを続行したいと思います。本来は光の柱が見えるはずだったんですが、この青い点で、どうにか釣れないかなと思っているところです。Thank you.